アッケシ漁港は北海道アッケシ軍アケシ町にある漁港。高速法上の適応漁港に指定されている。北海道の太平洋南東部に位置しており、アッケシ湾や木水湖のアッケシ湖、大国島をはじめとする地形に加え、森や川、湿原などの自然条件から多くの水産資源に恵まれた漁港になっている。また、アッケシ沖の太平洋海域は暖流の 黒潮と寒流の親潮が交差する潮境であり、多くのプランクトンとそれを餌にする魚が集まる漁場になっている。湖北地区の水揚げ直線岸壁は北海道内で最も長い延長850メートルある。湖北地区には、厚岸漁業協同組合地方卸売市場や、厚岸漁業協同組合直売店 A うろ湖,湖南地区には、厚岸町下記種病センターがある。 アッケシ漁港周辺の空中写真。アッケシ大橋を挟んで、左側がアッケシ湾、右側がアッケシコ撮影の9枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。一説によると、アッケシの地名はアイヌ語のアッケケシに由来していると言われており、かつてのアッケシコは下記の自生地であった。 ところが、水質などの環境変化や採取によって、自生のカキは徐々に減少し、現在は養殖のカキがあるじになっている。江戸時代は、ニシン漁や酒漁などが盛んに行われ、獲れた魚の一部は乾燥させ、肥料として出荷するなど、東江戸地の中心地として繁栄した。戦後は、捕鯨基地になったほか、北洋酒マス漁業、 岩島巻網漁業の大規模船団に対応した漁港整備を進めてきたが、国際漁業規制や岩資源激減による船団の撤退などがあり、沖合漁業において厳しい時代になっているが、厚岸漁港は近くにサンマなどの良好な漁場があることなどもあり、サンマボーケモ漁業の陸揚げ基地として、北海道内外の外来漁船が利用している。厚岸では周辺の海域を活かして、 カキの成熟をコントロールすることにより、年中出荷することができる。アッケ氏産カキ、カキエモンは日本国内でアッケ氏が最初に導入したシングルシードと呼ばれる技術を用いて育てている。2016年からはホタテの貝殻を用いて人工種苗した弁天カキの販売を始めている。大国サンマは目利きの漁業者が戦場で特大のサンマだけを 厳選したものである。ありがとうございます。